皆さんこんにちは。世界の果てまで行って Q やリアクション芸でおなじみの出川哲朗さん。今回は出川哲朗さんの妻の突然死の真相や2人が子供を産まなかった切ない理由について紹介します。まずは出川哲朗さんの経歴とプロフィールから紹介します。出川哲朗さんは日本のお笑い業界で長年にわたり活躍している人気芸人です。1980年代にデビューし、瞬く間にそのユーモアと大胆さで注目を集めました。彼の特徴的なスタイルはリアクション芸人として知られており、驚きや恐怖、痛みなどに対する大げさなリアクションが視聴者の笑いを誘います。これによりバラエティ番組の常連として確固たる地位を築き、多くの人々に愛される存在となりました。そんな出川さんが2004年に結婚した相手が元レースクイーンの阿部瑠璃子さんです。彼女は出川さんより14歳年下で、その美貌と知性で当時から注目されていました。特に心理学を専攻していた経歴が示すように、彼女は単なる美しい女性にとどまらず、内面的な魅力も兼ね備えていました。この結婚は美女と野獣として多くのメディアで取り上げられ、世間の注目を集めました。阿部瑠璃子さんは芸能界とは異なる業界で活動していたため、公の場に姿を見せることは少なかったものの、出川さんのキャリアを陰ながら支える存在として知られています。出川さんもたびたび彼女への感謝を口にしており、その夫婦愛は業界内外で評判です。結婚後も出川さんの仕事は順調で、世界の果てまで行って Q などの人気番組に出演し続けています。特に危険なアクションや過酷な挑戦を行う企画では、阿部さんの応援が彼のモチベーションの一つになっていると言われています。さらに結婚当初から子供を持たない選択についても注目されていました。出川さんと阿部さんは2人だけの時間を大切にするライフスタイルを選び、互いを尊重し合う関係を築いてきたと言われています。このような選択は夫婦としての価値観や幸せの形を改めて考えさせられるものとして多くの人に感銘を与えました。また出川さんのキャリアは結婚後も進化を続け、特に近年ではその人柄の良さが評価される機会が増えています。彼は業界内での後輩への気遣いやスタッフとの良好な関係で知られており、人間としても尊敬できる芸人としての評価が高まっています。その背景には妻である阿部さんの支えや家庭での安定が大きく寄与していると考えられます。出川哲朗さんと阿部瑠璃子さんの関係は芸能界における理想的な夫婦像の一つとして、多くの人々に希望とインスピレーションを与えています。彼らの結婚生活が今後も円満であることを多くのファンが願ってやみません。しかし出川哲朗さんと阿部瑠璃子さんの結婚生活は必ずしも順風満帆とは言えない部分もありました。特に子供がいないという点については、世間やメディアから様々な憶測を呼びました。二人はこの件に関して公の場で具体的な理由を語ったことはありませんが、一部の報道や関係者の話からいくつかの要因が浮かび上がってきます。まず考えられるのは出川さんの多忙な仕事です。彼は1980年代のデビュー以来第一線で活躍を続けており、特にリアクション芸人としての地位を確立してからはスケジュールが非常に過密になったと言われています。世界の果てまで行って Q などのレギュラー番組に加え、多数のバラエティ番組やイベントへの出演もあり、家庭で過ごす時間が限られていたのは事実です。このような状況では子供を持つことが現実的ではなかった可能性があります。また一部では妻である阿部瑠璃子さんの健康状態が理由の一つとされることもあります。心理学を専攻し、知性と美貌を兼ね備えた彼女ですが、結婚後に体調を崩すことがあったのではないかとの憶測もあります。これが事実であれば、出川さんは家庭の安定と妻の健康を最優先に考え、子供を持たない選択をしたのかもしれません。夫婦がこの件について沈黙を保っていることから、プライバシーを尊重しつつ、自分たちのペースで人生を楽しむ姿勢が垣間見えます。さらに、子供を持たない選択は、夫婦それぞれの価値観やライフスタイルとも深く関連している可能性があります。
出川さんはインタビューなどでしばしば仕事が自分の人生の中心というスタンスを示しており、一方の阿部さんも自分のキャリアや興味を追求する姿勢を持っていたと考えられます。このような2人の理解し合った関係性が現在の夫婦生活を支えていると言えるでしょう。こうした背景を踏まえると、出川さんと阿部さんが子供を持たないことに対する世間の憶測は必ず下夫婦の幸福を図る尺度にはならないことがわかります。2人はそれぞれの選択を通じて充実した生活を送っていることは間違いありません。そしてその選択がどのようなものであれ、夫婦間の信頼と愛情が変わることはないでしょう。これからもお二人が健康で幸せな生活を続けられることを願っています。出川哲朗さんは近年、世界の果てまで行って急降板の噂や妻である阿部瑠璃子さんとの不倫騒動でも世間の注目を集めました。これらの出来事は彼のイメージや家庭生活に大きな影響を与える可能性がありましたが、出川さんはこれらの困難を乗り越え夫婦関係を維持し続けています。まず行って急降板の噂についてですが、これは一部の報道によるもので、出川さんの出演が減少したことから浮上したものです。しかし実際には彼の健康や仕事の負担を考慮した結果である可能性が高いとされています。長年にわたって身体を張った芸を続けてきた出川さんにとって、過密なスケジュールや体力の消耗は大きな課題となっていることが推測されます。それにもかかわらず彼はファンの期待に依頼続けており、現在も他のバラエティ番組で活躍を続けています。一方、不倫騒動については、妻である阿部瑠璃子さんとの関係が一時期注目されました。一部では出川さんが妻の不倫を知りながらも離婚という選択を避けた理由に注目が集まりました。この背景には、出川さんの家庭を大切にするという強い信念があったと言われています。彼は公の場でも家族や妻への感謝を何度も口にしており、困難な状況でも家庭を守りたいという思いがあったことは明白です。また、阿部さんも夫の理解と信頼に支えられ、2人で困難を乗り越えてきたことがうかがえます。離婚しなかった理由として、もう一つ重要な要素は2人の間にある深い信頼関係です。出川さんと阿部さんは結婚以来公私ともに支え合ってきたパートナーです。そのため、一時的なトラブルがあったとしても、それが2人の絆を壊すことはありませんでした。むしろこのような困難を乗り越えることで、夫婦としての結びつきがさらに強まったとも言えるでしょう。出川さんの家庭に対する姿勢は彼の人間性の一端を表しているとも言えます。芸人として多くの人々に笑いを届ける一方で、家庭というプライベートな空間では一人の夫としての役割を全うしようとする姿勢は多くの人々に感銘を与えています。これらの出来事を通じて、出川さんと阿部さんの夫婦関係は表面的なトラブルを乗り越え、より強固なものとなっています。二人の関係は芸能界における理想の夫婦像の一つとして、これからも多くの人々に希望とインスピレーションを与え続けることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。